さあ来ました、ブラックスクワットチームデスマッチ。今日のマップはタリーン。で、なんかね、この今やってるメンバー、なんかすごくて、みんなね、階級が高いんだよね。なんか星マークついてるんだよな。すげえなんかと思って。でも面白そうなんでね、この部屋入ってしばらくプレイしてるんですけど。皆さん強くてね、勝てないっすね。ということで、はい、MP7A1 使って、チームデスマッチ。まあ、グリグリ動かすプレイということでね。まあ、特攻かな、まあ、特攻。もう、死亡率ナンバーワンでいいから、キルをね、どうにかして1位取りたいっていう感じでプレイしていきます。さあ、早速横から入って、赤点見つつ、敵が入ってくるんで、ヘッドショットかましていく。さあ、適当に、突っ込みながら撃って、もう、あと足だね、当たってたの。足に当てて相手を殺す。さあ、ジャンプして、スナイパー、しゃがんでるスナイパーをサクッと横から頭を打って、後ろから、もう変なとこまで入って、サクッと。もうひどいね、これね。もう行けるところまで突っ込むみたいな。もう適当プレイですね。MP7、これが楽しいんだよね。はい、ヘッド抜いてく。このプレイが楽しい。なんかね、M4 とかね、AK とか使って、まあ、すごいね、点でエイムしてね。神経使って戦うのもいいんですけど、こういう風に適当にプレイするのも私はすごい好きなんですよ。まあ、サブマシンガンでね、初走ってガンガンキルを取っていきたいと思います。さあ、俺を撃ってどうする？味方に今すごい撃たれたぞ。あいつちょっと撃ってやろうかみたいな、そんな感じなんでしょうかね。さあ、横から赤点が見えるんで、一人、もう一人ぐらいいるぞ。はい、三人目は後ろにいた。残念。やっぱね、見つかってから殺されるまでの時間がね、明らかに他の部屋とは違って早いんでね。ちょっとなんか、テンション上がるんだよ、そういう、やばい部屋っていうのは。おっと、二人出てきた。一人、二人、気合で倒したいが、ダメだった。こういうやっぱね、強い人と戦ってたらめっちゃテンション上がるんだよ。しかも、なんかギアがかかるんだよね、敵が強いと。で、なんか反射神経もどんどん上がってる気がしてさ。もう敵が強ければ強いほどやっぱ自分も強くなるみたいなね、感じです。よし、さあやってこい。さあ左入って、私はさらに左、奥のスナイパーを削ってるから撃っていく。まあ稼ぎ場ですね。で、左向いて敵が一人、うわ、二人はちょっときついか。まあ、サブマシンガンでこの立ち回りはね、あんま良くないんですけどね。距離がちょっと離れちゃうんでね、火力負けしてしまいます。さあ、引っかかんないか。で、曲がったところにいるのは分かっている。おっと、逃げてったか。さあ、今見られた。気にせず特攻だ。しゃがんでる君を倒して、奥まで進んでいく。さあ、ここで待って、横から撃っていく。あ、ここダメか。今の結構自信あったんだけど、もう、頭狙わないとダメかな、今の。適当にスモーク投げて、スナイパーを妨害しつつ、左から入っていく。さあ一人撃ってるの分かったぞ。待てよ、右見といた方がいいかな。奥にいるスナイパー当てても倒せない。まあ、火力不足で横のピンクちゃんなんとか倒して、さあ奥の人をレレレ打ちで倒そうと思ったけど、もうバレてるんでね、左から入ってきましょうか。おっとダメだった。 M45CQBP。 さあこっちのねスナイパーの邪魔をしているのかもしれない。申し訳ない。スモークね、投げちゃうんですよ。私、サブマシンガンなんで。で、頭抜いていく。さあ、もう一人抜いて。ああ、いっぱいいるな。こういう時はね、サブマシンガンでもちょっと狙っていかないといけないんですよね。ヘッドショット。ということで、気を取り直して、ちょっと頭中して攻めてみるか。おっと、危ね。さあ、見えてる。もう一人。さらにもう一人行きたい。これ頭だ。もうちょっと上かな。サブマシンガン。サブマシンガン面白えな。危ね。今見られた。左いたんで、左から入って、上に見えてる。こいつを、していく。うわ、爆弾飛び交ってる。きついな。スナイパーの苦手な。後ろから。おちゃんと見てる。あ、そっちか。やるね。ぐらい適当にポイポイして。よし、左から入っていく。よし、もう一人。あ、ダメか。すげえ、96対98。いいっすね。こういう、ギリギリの試合。好きです。
人は頭抜いて、もう一人頭抜いて、三人抜いて、あ、無理か。なんか、もう隠れちゃったよ、あの人。帰っちゃったよ。打ち合ってたな。さて、後半戦突入だ。ちょっとね、あの集中力が切れてきたんで、ちょっと頑張っていきたい。敵が見えないが、出てくるのか。この右行ったところに、おっと、ナイススナイプ。うわ、ここやばいな。ここもう、あー、ここ良くないんだよな。あんま入っちゃう。さっさと、右に逃げよう。左か。で、頭ピンキロ倒して、上からジャンプ。見られてたが。準備されてるとね、あの距離です。サブマシンガンはダメですね。あ、ピンク見えた。ピンクちゃん。ピンクちゃんの後ろからやっていく。さあ、もう一人白いの。奥のスナイパーをサクッと倒したいが。ちょっときついな。裏から回ろうと思ってたけど、裏からやられてしまう。そろそろね、私も、なんか、あの、格好変えたいですね。なんか、あの、個人的に、あ、帽子、フードのやつの頭狙いづらいんだよね。まあ、ヒットボックスは変わんないと思うんだけど、気持ちちょっと狙いづらい。ちょっとこっち、ダメだな。やっぱサブマシンガーってこっち取るのは良くない。やめよう。あと一回だけ言うと思うんです。やめよう。やっぱね、右ですね。サブマシンガンはこういう狭い道をね、くねくね曲がって、裏を取るってのが仕事なんで、きつっ。うわ、しかも俺、とどめ刺されて終わった。はい、そんな感じでね、負けちゃいました。やっぱレベルが高い部屋は楽しいですね。勝てないけど。なんとかね、キルだけは取ったかなっていう気がするけど、めっちゃ死んだな、今回。なかなかこんなに死ぬこともないんだろうけど。あ、一応、モーストキルは取ってますね。あ、でも一番死んでますね。はい、そんな感じで。めっちゃ楽しかったっす。